10年以上前の古い生置き家電を省エネ性能が高いものに買い換える5000円以上 NHK 料金を年払いする2455円国民年金保険料をまとめて払う7295円フリーランスの人は2年分まとめて納付するとかなり安くなります薬はジェネリックを選ぶ12000円ジェネリックは厚生労働省が新薬と同じ有効成分効能があると認めている薬ですね銀行口座からお金を下ろす際に ATM 利用料を払わない3000円ですね還元率の高いクレジットカードを使う6000円 還元率0.5%のカードなら6000ポイント。還元率1%だったら12000ポイント。年間で6000円相当の差が生まれます。定期券をクレジットカードで買う。東京における定期代の平均は月約13000円なんです。年間の定期代は156000円になります。これをポイント1.5%還元のクレジットカードで買えば、年間2340円得します。日経新聞は楽天証券の日経テレコンで読む。日経新聞は月額4900円。1年間だと約6万円になります。日経新聞は楽天証券に口座を持ってると、日経テレコン、楽天証券版っていうデータベースが無料で使えるんですよね。サブスク解約。 月額980円1つ解約するだけで年間約1万円の節約になります。